月よ教えてくれ、俺が死神になった意味は何なんだ、一体俺はどうしたいんだ。俺は朽木隊長を超えたいと思った。だがそれは叶わぬ望みなのか。俺はルキアの力になりたかった。だが結局何もしてやれないのか。黒崎一護はルキアを助けるために戦おうとしている。俺はこれから誰と戦う。俺の敵は誰だ。月よ教えて、ばかりに一体僕はなんてこと、僕はひなもりさんに刀を向けてしまった、なんてこと、最低だ最低だ、僕は最低だ、誰だ。キャーひどいな、こら見てられんわ。一丸隊長、やつれたな、かわいそうに。助けてほしいやろ、ついておいで、いずる隊長の部屋にあったあんた宛ての手紙だよ。アイゼン隊長が私に。見つけたのがうちの隊長でよかった。他の誰かだったら証拠品として提出されてあんたのところへ届かなかったかもしれない。何が書いてあるのか知らないけど、自分の隊長が最後に言葉を残した相手が自分だったってのは副隊長として幸せなことだよ。大事に読みな。ありがとう、ランギクさん。ひなもりくん、君がこの手紙を読んでいるなら僕はきっと帰ることができなかったんだろうね。君にはいろいろと心配をかけたね。そのことはどんなにねぎらいの言葉を重ねても足りることはないと思ってるよ。アイゼン隊長、今まで僕は君に僕の感じる不安について語ったことはなかった。だけどそれは君を巻き込みたくなかったからだということを分かってほしい。そしてどうか許してほしい。ここまで来て君を巻き込んでしまう僕のことを。え？僕はおそらくすでに生きてはいないだろう。だから僕の最も信頼する君のために僕の暴いた真実のすべてをここに記す。これは教えてくれ。
お久しぶりです。山田花太郎です。どうして？あなたを助けに参りました。